さあ今度はシゲにも変身してもらいましょう。シゲにはある動物になってしまう催眠を。なんだ、あなたは変化してるんだ。一体何に変わるのか。そう、どんどん鶏のようにとっても跳ねたくなるんだ。でこうやって下がる、ね、体が倒れ込むともうあなたは鳥さんになってくる。ほらずーっとほら手も突き出すよ。そしてそう鶏だ、それをイメージされてくるよ。それよほらバタバタしようね。今苦しいもんな。そうほら、なんと本当に鶏にバタバタと飛んじゃいました。いくら喋ろうとしてもね、コケコッコとしか言えないよ。ほら多少意識が残っているのでコケコッコということに抵抗するのですが、ほらコケコッコ、そうするとどんどんその言葉が響いてくるよ。コケコッコ。催眠の力恐るべし。はい、スッと戻ったよ。ほら何してんの。何やってんだよ。すげえんだよ、俺アイドルなんだよ。